ルカさん集中特訓、サイズ比おかしくない？画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こもっぴです。読んでいきます。9月9日15時より、イベント、好きに描いてレインボーキャンバスを開催。絵画教室に再び通い始めたエナ。だが、ゆきひろ先生に絵に魅力がないと言われ悩んでしまう。一方、その頃、ほなみは職場体験で苦手な絵を教えることになってしまうと。この文章見る感じ、二つの話が一緒に進んでますね。絵画教室にまた通ってるエナなん、職場体験で多分子供たちに絵を教えることになるまま。よかった、平和そうで。平和そうなイベント。ということで、中旬に混合イベ挟まってきました。前回の月始めのレオニーイベが千春ライブ、そして限定枠だったので、まあ毎月一回どっかしらで混合イベ挟むところ考えると、まあここで後半はビビバスイベントなのかな。今のところトウヤくんのバナーなのかなと、生配信の PV 見た感じは思ってるけど。で、このバナーイラスト見る感じ、多分この子たち将来有望です。はい、将来のイラストレーターとか絵師になります、この子たち。で、情熱大陸とか出た時に、私に、僕に絵を教えてくれたのは篠の目エナお姉ちゃんという、すいません、今キモいぐらい妄想してます。ということで、今後イベントですが見ていきましょう。開催期間18日の20時59分までということで、結構長いイベントになっています。タイプボーナス、ミステリアス、キャラクターボーナス、望月ほなみ、大鳥 M、 よいさきかなで、篠の目エナ、鏡音レン、レオニード。はい、メンバーボーナス星4ですね。篠の目エナ、望月ほなみ、大鳥 M ちゃんということで、どうしてこうなるのと望月ほなみ、どうして私こうなっちゃったんだろう。なんか今からイラスト脳裏によぎるけどな。子供たちに絵教えるね、青ざめた顔で絵教えててほしいもん。タコさんと同じ顔、大鳥 M。 はい、バイト先じゃ秋物どころか冬物が並び出してるが、今年のトレンドはどうなるんだろうな。あんたが着た服がトレンドさ。さあ、ということで、編成、組んでは見たんだけど、なんですけど、はい。レン君のレオニード、ミステリアス、ないのかな？僕が持ってないだけかもしれないですけど。レン君持ってなくて、大鳥 M ちゃん、相変わらずですね。ミステリアスの、大鳥 M ちゃん、編成に入れなきゃいけないイベント置いて。毎回僕は限定 M ちゃん持ってないのが、ね。ここまでダメージ来るんだってぐらい毎回編成に加えれてません。はい、そして他に、まあ、今後イベントということもあって、ミステリアスでから固めて編成組むのか無難なのかなと思いますが、私このような感じで編成組ましていただきました。はい、篠宮明と無理やりねじ込みました。どんなイラストになるんだろう。あと多分キーストーリー扱いなのかな、わかんないけど、その前回のエナナのストーリー、その雪平先生出てきたりとかだったんだけど、まあ、その続きもしっかり書かれてそうなので、ちょっと僕は個人的にストーリー気になってるイベントになっています。はい、ぜひ皆様の感想をコメント欄に残してくださると幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。